いっちゃんメリコです。今日は予定を変更して新型コロナウイルスについてお伝えします。今現在県内の新型コロナウイルスの感染者は11人です。不安に思っている人も多いですよね。そうですね。いっちゃん KNB を含めた KNB の番組では新型コロナウイルスに関する皆さんからの質問を募集しました。100件以上の質問が集まりました。そこでその質問の中でいくつかを富山大学附属病院の総合感染症センター山本義弘センター長に伺いました。まず一番多かったものが妊娠中や赤ちゃんについてです。トロさん20代女性の方、来月出産予定です。感染したら赤ちゃんへの影響はあるんでしょうか。そして雪月55さんは妊娠9ヶ月の妊婦がいます。感染したらどうなりますかという質問です。はい、山本センター長に聞きました。まず国内のデータはまだないそうです。はい、ただ中国では感染した妊婦さんから生まれた赤ちゃんは感染していませんでした。はい、帝王切開で9人の妊婦さんが出産をしたそうなんですけれども、感染は確認されなかったそうです。ただもちろんですが、妊婦の手洗い、はい、そしてマスクの着用など咳エチケットが重要になってくるとの答えをもらっています。このマスクなどについても質問が届いています。星空さん40代女性の方は、子供が1歳、マスクをつけられずうがいもできないので怖いです。この方なんですが、人と距離を取ったり手洗いをしてあげたりはしているそうなんですね。ただ子供だとやっぱりこうむずがゆくて取ってしまうことって多いですよね。です、まあ、1歳だとなかなかね、もう実際つけられないというのは現状だと思います。山本センター長によると、確かに赤ちゃんはマスクができません。ですから今は本当に身近な人だけが接するようにするのが対策になりますということでした。そして不要不急の外出は控える、赤ちゃんに接するときは常に手洗いを実践してほしいとのことでした。続いての質問はこちらです。箱屋さん、今度赤ちゃんがいる友人の家に行く予定です。行っても大丈夫でしょうかということです。この質問に対する答えは、今はちょっと我慢しましょうということでした。そしてこの新型コロナウイルスなんですけれども、症状はかかってもおよそ8割が軽症と言われていますよね。はい、だから判断が難しいところではあるんですが、こんな質問も届いています。ミャオンさんです。喉が痛いです。新型コロナウイルスかただの風邪なのかわからないですということなんですね。はい、で実際に山本センター長からも、症状だけでは新型コロナウイルスか風邪かの区別はできないという答えが返ってきました。はい、まあ、ただ風邪の症状などで病院に行ってしまうと、医療従事者にもしかすると感染させてしまう可能性がありますので、まあ、もしかかりつけのお医者さんなどがいらっしゃる場合は、一度電話をして確認をしてみるといいかもしれません。症状を、ね、伝えた方が良さそうですね。はい、こんな質問は続いて届いております。のりまきさんです。軽症の人はどんな治療でどれくらいで治るんでしょうか。これについてはこちらです。それぞれの症状への治療で様子を見ます。はい、そして多くの人は風邪と同じで症状は1週間ほどで治まるということですね。はい、まあ、症状が1週間ほどで治まるということですから、新型コロナウイルスの潜伏期間は14日間と言われておりますので、まあ、症状が治まったからといって油断は禁物ですね。そして医療従事者の家族を持つ方からはこんなメッセージも来ています。はい、姉は病院で受付をしています。毎日のように自分はコロナではと受付に患者さんが来ます。姉には喘息の持病があります。こういうの心配ですよね。そうですよね。ご家族の方も不安になりますよね。はい、ですから、まあ、医療機関にすぐ行くのではなくて、受診の目安こちらです。風邪の症状ですとか37度5分以上の熱がある人、まあ、妊婦などはこれが2日以上、それ以外の人は4日以上続く場合、まず相談窓口に電話をしてほしいということです。はい、また強いだるさ、息苦しさがある場合はすぐにこちらも相談窓口に電話をしてください。各窓口、電話番号、まあ、お住まいの地域によって連絡先が違いますので、こちらをご覧ください。
県西部の帰国者接触者相談センターの窓口です。今この新型コロナウイルス、自分がもらってしまう恐怖もありますが、とにかく人にうつさない、これを、大事にしたいと思います。そこで大切になってくるのが3つの密を避けるということです。1つ目密閉空間、2つ目密集場所、そして3つ目が密接場面です。これを心がけて生活してください。もし他にも疑問などがあれば番組までお寄せください。いっちゃんメリコでした。